はとても退屈です。はあ、私も退屈。以前のように城の受付から仕事を受けてくればいいのではないですか。でもあそこにある依頼って簡単なのばっかりでつまんないし、私もっと難しくてちゃんとした錬金術がやりたい。そういう態度だから町の人からの信頼が得られないのだとホムは思います。それはそうかも。このままでは近いうちに蓄えも底をつきます。よし、決めた。何を決めたのですか。私も師匠みたいに旅に出る。旅に出てもっといろんな錬金術を勉強する。それじゃあ行ってくるね。行ってくるねじゃないわよバカ。うん、ごめんね、クーちゃん。何謝ってんのよ、バカじゃないの。そんなバカバカ言わなくても。バカをバカって言って何が悪いのよバカ。せっかく3年間頑張ったのに。これじゃ何のために私が手伝ってあげたか分かんないじゃない。でも私もっと錬金術のこと知りたいし、いろんなものを見てみたいの。うん、もういいわよ。あんたなんてどこでも好きなとこ行っちゃえばいいのよ。またね、クーちゃん。それじゃ行こう。はい。ペンダント。え、ちゃんと毎日つけときなさいよ。なくしたりしたら承知しないから。それじゃあどっちに行こうか。何も決めずに出てきたのですか。まあその時その時で決めた方が楽しいかなと思って。では決めてください。ホムはマスターについていくだけです。そうだな。師匠はどっちに行ったんだろう。グランドマスターは南を目指すと言っていました。寒いのは嫌だからと。そっか、よし、それじゃあ私たちは北にしよう。同じとこ行ってもつまらないもんね。